え、リンさん、はい、熊本でからしれんこん有名じゃないですか。有名です。え、からしれんこん好きですか？まあ、からしは苦手なんですよ。え、じゃあからしれんこん食べるときはどうやって食べるんですか？あの、からしれんこん、からしなしからし抜きでからしれんこん、からし抜きでくださいって言ったことある？ないです。ない熊本に住んでる友達がからしれんこん、からし抜きでくださいって言うそうで、あの、台湾人の友達のリンさんです。ハロー。4年前に台湾の台南っていう南の駅で知り合って、今連絡、まあ、Facebook とか交換したので連絡して、したら熊本にいるってことで会いました。はい、今からからしれんこん、からし抜きを食べに行きます。してくれるのかな、してくれるかな頼まないよこれ。まあ、そんな感じです。初めての熊本旅行楽しいです。イエス、バイバイ。バイバイ。